月百姿、山城小栗姿、明智光秀が、小栗巣で落ち武者狩りに遭う場面、明智軍記は、江戸時代中期の元禄初から15年頃に書かれたと言われる明智光秀を主人公とする軍記物である。著者は不明。全10巻。毛利伝正太郎と伊丹屋茂平の番がある。明智光秀の身の脱出から山崎の戦いの後、光秀が小栗巣の竹やぶで殺害されるところまで書かれている。前述の通り著者が不明の上、明智光秀の死後100年ほど経った頃に書かれた軍記物であり、語尾も多く、他書の内容と整合しない、独自の記述が多くあって、裏付けに乏しいため、一般的に資料価値は低いとされる。高柳光樹は、語尾10万の悪書とするが、小和田哲夫は、明智軍記の作者が、現在私たちが知り得ない何らかの情報を握っていた可能性は皆無とは言えず、同書によってしか知ることができない情報も少なくない。もっとも、軍記物としての限界から、そのまま信用できない部分も多く記載内容を吟味する必要があるが、全く資料的側面がないわけではないとする。桐野作人は著書、誰が信長を殺したのかの中で、光秀の重臣、斎藤歳三に、利一とのルビがあるのを取り上げ、明智軍記は俗書ながら、明智家中の末裔らしき、事情通が編纂に関与している形跡があると述べている。ありがとうございます。